尿酸値を下げる5つのお茶。利尿効果と浄化効果のあるお茶で、過度な尿酸が溜まりがちな毒素をなくします。体内に尿酸が溜まる状態は、高尿酸値症と呼ばれるものです。血中尿酸濃度が7メートル GDL を超えるものを指します。尿酸は、特定の食べ物に見られるプリン体の分解物から作られます。 尿酸は血液に送られ、後に腎臓により排出されます。しかし、排出作用に乱れが起こるとき、原因が排出機能の低下であれ、高尿酸値であっても、生活の質の低下につながる炎症反応が出ることがあります。結果として、関節が痛んだり、痛風や腎臓血石のリスクが高くなることもあります。幸い、 尿酸値は自然療法で抑えることができます。本記事で紹介する方法で、健康的な尿酸値をキープして合併症を防ぎましょう。それでは、尿酸値を下げるお茶を5つご紹介します。メモを取るのをお忘れなく。1、アーテイチョーク、t。アーテイチョークには、 リノール酸、オレイン酸、カフェ酸が含まれ、体内に取り込まれると、血流中のプリン体を分解し排出し、その利尿効果が尿の生成を促し、尿酸値の低下に役立ちます。材料、アーテイチョーク、1個、水、2カップ500、500メートル作り方、アーテイチョークを洗い、茎の部分を切り落とす。外側の葉を取り除き、 柔らかい部分を残す。ポットに水を注ぎ、沸騰させる。沸騰したらアーテイチョークを加え、火を落とし、5分間茹でる。5分経ったら火を止め、冷ます。冷めたら、出来上がったお茶をこす。飲み方、アーテイチョーク、ティー一杯を空腹時に飲み、午後にもう一杯飲む。2週間続ける。 2. ミルクシスル T。ミルクシスル T は排泄器の機能を向上してくれる自然療法の一つです。ミルクシスルをあざみに含まれるアラガ酸化物質が肝臓の機能を助けると同時に血液をきれいにして高尿酸致症を予防する効果があると言われています。材料、ミルクシスルのつぼみ、大さじ2、30。 G, 水1カップ250 m L, 作り方ミルクシスルを、すり鉢とすりこぎで潰す。ポットで水を沸かし、沸騰寸前でミルクシスルを加える。火を落とし、5分間お茶を煎じる。火からおろし、10分間冷ました後に茶をこす。飲み方ミルクシスルティーを午前中半ばに飲み、 お好みで午後の半ばにも飲む。3週間は続けて飲む。3. タンポポ茶。タンポポの利尿効果と浄化作用が、尿酸値を下げる良い方法の一つで、腎臓と肝臓の機能を高め、むくみを防止するのに役立ちます。材料、乾燥したタンポポの花びら、小さじ1、5、G、水、1カップ。 250メートル L、作り方、タンポポの花びらを、沸騰したお湯が入ったコップに入れる。そのまま10分間置き、お茶をこす。飲み方、タンポポ茶を1日2杯、毎日2週間続ける。4、ネートルティー。ネートル、イラクサは血液をきれいにする植物で、お茶として摂取すると、 尿酸値によって起こる炎症を抑えることができます。実際に、ネートルの作用がプリン体をよく分解し、腎臓内に溜まった結晶の排出を促進すると言われています。材料、ネートル、小さじ1、5、G、水、1カップ、250メートル L、作り方、ネートルを沸騰したお湯が入ったコップに入れ、蓋をする。 10から15分間冷まし、お茶をこす。飲み方、ミルクしする。ティー一杯を空腹時に飲み、2週間は続ける。5、ホーステール、T。ホーステール、杉名の利尿効果が尿の生成を増やし、尿酸やその他の不要物質を体から排出するのに役立ちます。材料、ホーステール、大さじ15、G、水。 1>, 1カップ、250メートル L。作り方、ホーステール大さじ1杯を、沸騰したお湯が入ったコップに入れる。蓋をし、10分間置く。茶こしでこす。飲み方、ホーステール、ティーを空腹時に1杯飲み、午後半ばにもう1杯飲む。毎日に1杯、3週間続ける。 高尿酸値の症状が一つでも出ていますかここでご紹介したお茶をぜひ作って、自然療法で尿酸値をコントロールしてください。万が一体に不具合が起きるようなら、病院に行きましょう。